んにちは。劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。お願いします。はい、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、パリピ孔明第7話いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、7話ですね。もうだいたいこう終盤戦にね突入してくるっていうところですかね。はい。いや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 。またでも今回もちょっと歌の力というか、音楽の力というか、ね、バリバリ発揮されるようないい回でしたね。ね、いい回だったね。はい。面白かったね。うん。3分のところですね。はい、孔明さんたちがね、はい。これはさながら遠縁の誓いだなっていうところですよね。うん。まあ、背景が響いている、やっぱりこう、孔明さんといえば、まあ、孔明さんはいないんですけどね。うん。遠徳といえばっていうところなんですけど、綺麗な交流のあるいい演技でしたね。まあ、遠縁の誓いといえば、まあ、名シーン、三国志の中でもね。ですね。名シーン。ね、序盤のね、クライマックスというかね、うん。ここから全てが始まるというかね。ね。いうところですよね。最初のね、3人が揃うっていうところね。やっぱなんか熱いものがありますよね。すごいよね。うん。素晴らしいよね。はい。はい。で、次、12分。はい。みやさんとえいこさんとの焼肉を食べて曲の相談をするところ。うん。まあ、背景が響く強い行動のある強い交流ですよね。まあ、えいこさんの。で、まあ、みやさんもみやさんで、まあ、ちょっと抱えてるものがあるっていう。で、素直じゃないんだよね。そうですね。そう。で、そのコミカルに見えるんだけど、ある一つの、なんていうんですか、知りやすさというか、みやさんの体に響いている、なんか真実っぽい、もの、真実味のある演技ってのが、これを成り立たせてますよね。そう、いい演技でしたね。素晴らしかったと思いましたね。写真撮ってるのとかも、なんていうんですかね。そうですよね。うん、ある切実さみたいなものが支えてるというか。ね。うん。っていうところがありますよね。うん、そうしてないとなんかこう世間から忘れられてしまうんじゃないかみたいなことの切実さというか、いいやつみたいなのがちょっとありますよね。素晴らしいよね。はい。はい、で、21分。はい。孔明さんとオーナーさんとのこう肉まんを食べながらのところ。うん。まあね、だんだんね、これもまた今回も。こう危険度が上がっていくっていうか、その追い込まれていく、この中で行われる、まあ、孔明さんもどうしようか、オーナーさんもどうしようかっていう中で、まあ、行われる強い行動のある、強い、いい交流でしたね、いい演技だったと思いましたね。そうですね。またこれ、孔明が、おそらく、まあ、帰ってしまう時が、ちょっとずつ近づいてきてるというか、なんかちょっと足音が近づいてきてますよね。いやー、危険度がね、どんどん高まってますよね。素晴らしいですよね。はい。で、ラスト36分。はい。ね、みやさんの歌を歌うところ。もうやっぱり、こう、背景が当たる、体が響く。強い演技ですよね。強い行動ですよね。で、繊細で、ストレートな、非常に、いい歌でしたね。いい体だしね。思い切りいったなっていう、いうことない、いい演技でしたよね。いや、そうですね。なんかやっぱまさに人生をかけた瞬間、勝負の瞬間ですよね。素晴らしかったね。そう。私、同じ歌でもやっぱ全然違う表現が出てきてるというか。ね。っていうのをね、聞くとやっぱり、奥深いですよね。そう。素晴らしかったですね。別の良さ、別の魅力が出てるというか。いやー、いいですね。やっぱり音楽は。で、なんかちょっと思うような、ところだったですね。はい。いや、そして、なんか、ずっとちょっと1話からチラチラ出てましたけど、黒幕が、そうだね。明らかになりつつっていうところですかね。いや、どんなね、悪いことをね。いや、本当だよね。くれるのかどうか、ちょっとそれも楽しみですよね。敵役の魅力というか、っていうのが、出てくるのか、ちょっと楽しみですね。楽しみだね。はい。孔明はどんな形でね、こう去っていくのかというか。そうだね。なんかまあずっといてほしいけどね。ね、なんかあれですね。なんかちょっと孔明の夢の中の出来事なのかなみたいなところもちょっと、ね、ありつつですかね。いやまあね、元の世界にきっと帰っていくんでしょうけども。楽しみですね。はい、そんなパリピ孔明第7話のちょっとベストシーンを上げていきましょうか。いやーもうこれはここでしょう。36分宮さんの歌を歌うところっていう、背景の当たる体が響く強い行動ですよね。繊細でストレートな表現でぶちかましましたね。いい演技だったと思いましたね。何一つも隠すことなくもうさらしてね。みたいないいところでしたね。よかったと思った。素晴らしかったね。パリピ孔明の第7話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。この動画少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、スーパーサンクス、ぜひぜひお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。